この段階で決めてくるか。一方的な展開を見せています。野村ここでタイムリーヒットを放ちました。カープ追加点です。さあどうするベイスターズ。ベイスターズ小刻みな継投を見せています。さあバッターボックスにはディアス。初球は外してきました。二遊間ホームを狙う。カープ一方的な展開を見せています。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。カープ追加点です。さあどうするベイスターズ。今日はホームランを放っています新井。変化球から入った。変化球を続けてきた。一気に勝負してくるか。打ち上げた。これはどん詰まり。ようやくツーアウトまでこぎつけました。変化球から入った。レフトへ飛んだ。おっと、ランナーホームに突っ込む。今セカンドランナーもホームイン。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。カープさらに差を広げています。塁には出したくないバッターです。初球は外してきました。高め。ここは一球待ってみるか。一瞬ヒヤリとさせる甘い球でした。スタンドに入りました。ファウルボールです。変化球から入った。ライトへ飛んだ。落下点に入った。長い攻撃が終了しました。1点差で迎えた8回の裏、カープ試合をひっくり返しました。一方ベイスターズ継投策に出ています。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上小林、あと3人抑えてしまいたい。ピッチャー返し、ノーアウトからランナーが出ました。これは見ました。この段階で決めてくるか。
打球はセカンドへ。スコアリングポジションにはランナーがいます。これはアウト。ここでワンアウト。さあ、与えられた仕事をきっちりやってのけるか。ピンチヒッター石井。いかに低めに変化球を集められるかが勝負のポイントではないでしょうか。センターへ。センター落下点に入りました。さあ、タッチアップランナースタート。これでツーアウト。あと一人踏ん張れるか。初球は外してきました。際どいところに入りました。低め。もう後がありません。打球はセカンドへ。華麗なグラブさばき。広島市民球場からお伝えしてまいりました。カープ対ベイスターズの試合ですが、カープが大差で勝利する結果となりました。この試合の模様は実況三宅でお伝えしてまいりました。それでは皆さん、ごきげんよう。